いや、それね、あの芝居の演出っていうのはさ、スタニフラフスキーシステムっつって、その、平田織座からこう流れてきちゃった青年団のね、あの静かな演劇なのよ。もうそれは終わってんの。いいよ、いや、終わってるって言い方あれだったけど、別にさ、その芝居をもうやるってことなの？いや、とりあえずさ、一杯目飲み物頼まない？一杯目飲む？じゃあいいよ、じゃあ、いちこの水割りで。わかった。じゃあ俺ビールで。もっとさ、リアリティだけじゃない、エンターテイメントで求めた方がいいよね。まあ、俺もあんまわかんないけど、そういう芝居のことは。そう？